はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴローでございます。ということで今週の SKP 活動を始めていきたいと思います。ということでね、さあこの試合決められるんでしょうかということなんですけども、今度の日曜日からの東京出張入ったんで SKP 活動できずという、ちょっとね今回の東京出張なかなかスケジューリングがちょっと難しくて、ちょっと案件が決まったらそのまんま4月まで突入してしまう可能性が出てきたというね。まあこれはまあ決まればいいんですけど、で10日から福岡入りして広島に行く予定立ててたんですけど、まだそこチケット取ってなくて、その4月の4日の案件が決まったらそのまま残って東京から広島に行った方がいいんじゃなかろうかという、今ちょっと瀬戸際な状況でいろいろ調整しないといけないぞという状況でございます。そうなんですよね、なんかねバタバタとちょっと最近動きがありまして、まあこれは喜ばしいんですけどね、本当にね。さあさあさあ、そんな感じなんですけども、まあこれもまたどうでもいい話なんですけど、まあ僕が住んでるとか、あの上海、まあ場所はいいんですけど、めちゃくちゃ古いあのアパートっていうかマンションなんつうの、あれ団地みたいな感じなんですけど、あのなんか最近ドアを直したんですけどね、またちょっとなんとなく最近調子悪いなと思ってたら、今日はあの朝毎朝1時間ウォーキングしてるんですけど、ウォーキングから帰ってきたらあの鍵入れても開かなくなってて、みたいな。そんでそのタイミングでめちゃくちゃ腹の調子が悪くなって、家の近くにアピタっていうなんかスーパーがあるんですけど、スーパーまだ開いてないんですけど、あの外付けのトイレがあって、そこかななんて思ったら、なぜかあの男性用トイレの鍵が閉まってたんですね。そんであの2階に上がって、まあ2階だったら大丈夫かなと思って行ったら、またそこも男性トイレが鍵がかけられていて、でもうあの綺麗事言ってられない状況だったんで、あの人生で初めて女性用トイレに入ってしまいました。本当どうでもいい話なんですけど、なんであれ鍵閉めてんだろうね。おっと来た、お来た、リピート入った、1発目、難度低いね、外すも2発目修正してんの、ナイス、1本決めました。そうそんなんで、なんか昨日なんか全然あの夜ご飯食べなかったんで、今日めちゃくちゃ朝お腹が減ってたんで、朝飯食べることはほぼないんですけど、あの思わず耐えきれなくなって牛丼を食べてしまったがゆえに、なんか腹の調子が悪くなるという、何なんでしょうね、なんか未だにちょっと腹の調子が悪い。さあ、そんな感じでね、東京の予定をバンバン今入れてるような状況なんですけどもね、今回は何かいいことありそうな気がしてやみません。おっと、この試合1本決めておりますが、もう1本決めたいね、やっぱ2本決めたいよな、パンパンと。まあでももうちょっとこれ中盤戦に差し掛かってるんで、ちょっとバテてますね。親父チームの方お元気でいらっしゃいますでしょうか。またちょっとね交流戦やりたいですよね、なんかね、あれいつやったんだ、1ヶ月前ぐらいか、まあ四半期に1回ぐらいはちょっとやりたいですね。まあ僕らよりも全然うまい方が多いんで、僕も
もちょっと足を引っ張らないように技をね磨いていきたいんですけど、まず技の前にちょっと太った体を絞らなければいけないと。4月末までに74キロ台、今75から76、76半ぐらいまで、ちょっと振れ幅ありますけども。なのであと 1.5 キロ減、おっと、かけ決める。1.5 キロ減ぐらいかな。さあ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 。おっと、フォロー入ってきました。左手にいます。さあ。最近新しい人増えてちょっと名前が覚えきれてない。で今中国人のメンバーの友達とかもガンガンみんな誘ってくれるんで、なんかすげえ勢いで人数が増えてね、嬉しいんですけどね。結構当日運営するのが結構大変で、まあ、人数多いと休憩するチームがいるんで、その人たちが、おっとピックして、おピカノロール、お来た、ああ惜しい、リピート来た、ピックしてもうちょい早く出た方がよかったか。ああ、ここの位置のシュートってどうやってすりゃいいんだろうなって毎回思いますけどね。ちょっと横ずれればいいんだよな、慌てて打たないで。どうしても慌てちゃうんだよな、なんかな、知ってるとな。惜しい。ちょっと柴崎とね、ピックアンドロール決めたいですよね、なんて言ってたんでね、なおさらちょっと一本決めたかった。さあ、残すところ、あと1分少々でございます。もう一本決められるんでしょうか、これは。今回も無印のプチプチパーカーを着ての登場となっています。東京出張終わってからバッシュだな、うん、さあ、ああ、さあさあさあ、時間がない。おお、フック決められた。さあ残すところワンプレーか、そろそろ終わるぞ、そろそろ終わるぞ。ラスト1本打ちたい、1本打ちたい、来た、あー打てない、あー来た、あー打てない。ラストか、ラストプレーっぽいぞ、これがラストか、まずい、危ねえ。もう1本、もう1本、あーラスト臭い、まだある、まだある、止めろ止めろ止めろ、あぶね、これがラストだ。あー終了ということで1本決めております。